はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。動画クリエイターの高文です。今回はですね、動画編集を副業としてやって半年以内に月5万円収益を上げるための方法について解説していきたいと思います。ただですね、こちらの動画は少し長くなりそうなので、3本に分けていきたいと思います。まず1本目、今回がですね、準備編ということで、動画編集を始めるには、そして、第2回目が応募編、応募で受注率を上げるには、そして第3回目ですね、それが、実践編、仕事を実際に取ってから信頼を勝ち取るためには、といった流れで説明をしていきます。で、その3つのテーマについて話していくんですけれども、その前に少しだけ僕の話をしますと、僕は、映像関係の仕事として、フリーランスとして独立をしてちょうど1ヶ月経ちました。で、なのでまだまだ新1年生ではあるんですけれども、運よくある程度の収益を初月から上げることができました。で、といってもですね、じゃあ僕に特別なスキルがあるかといったら、決してそんなことはないなと思っています。で、客観的に見ても主観から見ても、本当にズバ抜けた能力があるかといったら、本当にそんなことはないなというふうに思っています。ただですね、他の方と差別化を図るためにも、そこに対してすごく頭を悩ましてきましたし、今でもそこに対して追求をしています、訴求をしています。なので、自分のやっていることが 100% 正解とは言わないんですけれども、そんな中でも皆さんの参考になる部分があるかもしれませんので、ぜひね、最後までご覧いただけたらなというふうに思います。で、最初にまず皆さんに質問なんですけれども、月5万円今の給料にプラス5万円あったらどうしますか。はい、いろいろありますよね。例えば貯金するとか、欲しいものを買うとか、例えばですね、映像関係で言ったらカメラなんか結構高いので、1台10万円ぐらいはしますよね。で、10万円するカメラがあったとして、それを2ヶ月で月5万円ずつ稼いだら、2ヶ月で、買うことができます。他にもいろいろ使い方はあると思うんですけれども、いずれにせよ生活が少しだけ豊かになるっていうことは事実です。とはいえですね、そういった副業でお金を稼ぐっていうのはどういうことかというと、当然必要なのは重い腰を上げなければいけないっていうのが大前提になります。それはもう絶対です。なぜかというとですね、例えば今お仕事をしていらっしゃる方だとしましょう。そしたら、家帰ってきてから寝るまでの時間って、例えば、疲れたので休んだりとか、食事したり、お風呂入ったりとか、テレビ見るとか、インターネットするとか、いろいろあると思うんですけれども、もしくは休みの日ですね。例えばいつもは6時半とか7時に起きているけれども、休みの日だから10時まで寝て、そのままその後ダラダラして、夜は飲みに行ってとかっていう時間があると思うんですけれども、そういった時間のどこかを副業に当てなければお金を稼ぐことはできないということです。なので必ず重い腰を上げる必要があります。例えば、メルカリで物を売りますってなんても同じようなことですよね。空いてる時間に、写真を撮って説明文を載せて、それで買ってもらうっていうところに、自分の暇な時間をメルカリで物を売るための時間に当てるわけですから、同じような考え方です。正直言ってしまえば、やるもやらないも皆さんの自由なので、特に強制するわけではないんですけれども、ただですね、少しだけ生活が豊かになるかもしれませんので、1回だけ、ぜひ半年間だけ、チャレンジしてみませんかというのが僕からの提案です。で、特に僕は、ママさんにお勧めしています。で、そういった中でも特に、育児で少しだけ小離れできてはいるけれども、ただパートで外に出られるほどの時間的な余裕はないという方、特に家でまだ
子供が小さいけれども内職ぐらいはしたいなとお考えのママさんがいらしたら、映像編集すごく適しているなと個人的には思います。なんで僕がこんな映像編集を進めるかっていうと、僕がもともとディレクターやっていたり、撮影とか編集とか、もしくは動画を活用した営業促進っていうのをずっと生業としてやってきたからです。でその中で一番トップ突破口としてこう始めやすい、ものが動画編集なので、まあ、そこに対して参考になるような助言ができればと思って、今回このような動画を撮らせてもらったというような経緯になっています。ということで早速解説をしていきたいと思います。まず一つ目の準備編、動画編集を始めるにはということで、こちら簡単に言うと初期投資の段階になります。まず映像編集に必要なのが PC と映像編集のソフトになります。でまず PC から行きたいんですけれども、この話は現状 PC を今持っていなくて、なおかつ映像編集に適した PC が欲しい人に向けての話です。とはいえ、少しですね PC 専門的な話になってしまうので、すごくすごくすごく簡単に噛み砕いて話をします。で最初に何からしたらいいのかっていうと、まず、Apple Mac ですねか、Windows、を選びましょう。ちなみに僕は Windows を使っています。で編集する上でその PC のスペックとしてすごく重要になってくるのが、主に4つあって、1つ目が CPU、 続いて GPU、 3つ目が、メモリ、そして4つ目が、ストレージ。まあ別に順番は何でもいいんですけど、とりあえずこの4つが、すごく大切になってきます。ただですね、こちら一つ一つの、細かい説明は一旦置いておきます。ただそう言っちゃうと投げっぱなしになるので、私なりにある程度推奨できるなというレベルで、こちらに記載をしておきます。なので全くわからない人はこの出ている数字より上のやつを買うんだなくらいの認識を持っておいてください。それで問題ないです。で、あとは本当に買うぞってなった時に、まあどなたも動画編集おすすめ PC とかで調べると思いますので、まあ調べていくうちに理解が深まるかなというのと、あとは、お住まいの近くに家電量販店がある方、店員さんに一度聞いてみるのをおすすめします。動画編集で、に適している PC 探しているんですけど、なんかどういったのがありますかとか言って、例えば CPU はこれとか GPU はこれっていう数字はなんとなく分かってるんですけど、その説明とかもよく分かんないんですけどとかって聞くと、多分いろいろ答えてくれます。で答えてくれて、まあそこで買ってもいいですし、まあ家に帰って検討してそれでネットで買ってもいいですし、まあそういったことで情報を得ていって、まず知識をつけていくところから始めるのをおすすめします。そして初めてじゃあ PC を買いました。そしたら次に必要なのが、動画編集ソフト、映像編集のソフトになります。はい、ということでそれぞれの、映像編集ソフトの簡単な特徴をお伝えしたいと思います。まず Adobe の Premiere Pro、 こちらは、映像編集をしている方では Adobe の Premiere Pro を使っている人が一番多いのではないかなと思います。映像編集ソフトの中では最もメジャーといっても過言ではない、映像編集ソフトになっています。でですね、こちらのソフトは、まあ、買ったら、一生使えるよっていうものではなくて、いわゆるサブスクリプションタイプ、月額とか年額で、いくらいくら払って契約するという形になります。なので、プレミアプロ単体で言うと、月額でちょうど2728円ですね。でこちらの特徴としては、まず使っている人が多いので、YouTube とかに使い方動画、いわゆるチュートリアル動画みたいなのがたくさんあります。なので迷わずいけるかなというふうなのと、あとは
まあ、いろいろ細かい色味調整やエフェクト、映像の加工、効果音、いわゆる、オーディオの細かい調整とかっていうのができたりとか、他の Adobe ソフトとかも連携がしやすいので、まあ、基本的に言うことなしです。で、あえて欠点を言うとなると、機能がすごく多いので、まあ、画面を見た時にうってなっちゃって、ちょっと苦手意識を持つ人がいるかもしれません。実際に僕は結構最初苦手意識ありました。プレミアプロに続いて代表的なソフト、ファイナルカットプロ。こちらのファイナルカットプロは大きな特徴としては、Apple、いわゆる Mac でしか使えません。で、こちらはプレミアよりも、すごく直感的な操作なので、わかりやすいっていうのが特徴的です。ファイナルカットプロは、Mac をお持ちの方とかだとわかると思うんですけど、iMovie っていう編集ソフトが入っているので、それにすごく似ています。昔、ファイナルカット7っていう時は結構専門的なソフトだったんですけれども、ファイナルカットプロ10になってからは、かなり初心者にもすごく使いやすくなりました。で、ファイナルカットのすごくいいところは、テキストの、まあ、いわゆる、アニメーションだったりとか、効果音っていうのの、テンプレートがすごく多いっていうことですね。なので、映像を作る初心者の方であっても結構可愛くとかかっこよく本格的な映像を作ることができるっていうのが一番良いところです。なので例えば映像編集ソフトほとんど触ったことないよっていう人とかでも、例えば結婚式のムービーを作るとかってなるとファイナルカットプロなんかはすごくおすすめなんじゃないかなって思います。一方でですね、ファイナルカットを凝ったエフェクトをしたいとかすごく複雑なトランジション、いわゆる画面と画面の切り替えの間にシュンって言ったような画面の切り替え、加工した切り替えみたいなのをするときに複雑なものを求めるのであれば、Adobe のプレミアプロの方がやや上手かなといった印象です。はい、続いてはダヴィンチリゾルブですね。こちらは最近動画クリエイターの界隈ではかなりなんか増えてきた印象です。でですね、これは何が良いかっていうと、大きな特徴としては、細かい色味調整ができることです。映像編集して、それがこだわってくると、一つ一つに色味をこだわるようになります。例えばですね、カラーグレーディングなんて言ったりするんですけれども、いわゆる映画の雰囲気のような独特の色味に、してあげるということができます。なので、例えば Vlog とかルーティーンとか料理関係で結構なんて言うんですかね、ニュートラルな感じだけれども、おしゃれな動画。あるじゃないですか。で、そういった動画は結構、カラーグレーディングを極めていくと、ダヴィンチリゾルブみたいなソフトが一番適しているのかなというふうに思います。でですね、あとはUI、いわゆるボタンの配置っていうふうに思ってもらえればいいですが、すごくわかりやすいのが特徴です。というのもですね、編集の流れに沿って部屋ごとに分かれているんですね。それなんでかっていうと、編集っていうのは映像を取り込んでから完成してそれを書き出すまでにいろんな工程があります。例えば映像をカットしたりとか、音量のバランスを整えたりとか、映像を加工したり色味を調整したりっていうような作業工程があるんですけれども、ダヴィンチリゾルブの場合、切るときはこの部屋で、音量を調節するときはこの部屋で、エフェクトをかけるときはこの部屋で、なんていう風にですね、一つの映像編集のソフトの中で、部屋ごとに分かれているので、すごく作業がしやすいソフトです。なので初心者の方にもすごくおすすめです。ただですね、欠点というほどではないんですけれども、ファイナルカットと一緒で、複雑な、トランジションをしようと思うと、やはりそこは Adobe のプレミアプロの方が一枚上手かなといった印象があります。最後に、エディウスです。エディウスは、確かですね、グラスバレーという日本の会社が作っていたような気がします。で、エディウス何がいいかというと、圧倒的なスピード性です。で、僕がもともとテレビ局の報道局で勤めていたんですけれども、そこで使っていた映像編集のソフトがまさにエディウスでした。で、報道局全体がエディウスになりました。
で、なぜかというと、やはりその先ほど申し上げた通り、スピードが圧倒的に速い、操作性がいいということですね。なので、例えばバラエティとか、もしくはこういった喋りだけの動画で、特に別に雰囲気作る必要なく、ただテロップを入れたいとかってなるのであれば、結構エディウスなんかは作業が早く済むので、結構僕はおすすめをしています。で、じゃあ複雑な編集が全くできないかって言ったら、そんなことはなくて、色味も調整できますし、いろんなエフェクトもありますし、バランスもいっぱい整えられるので、ただまあ少し難点と言ったら、すごい複雑な映像編集ができないっていうのと、少し値段が高いかなっていうぐらいだと思います。その代わりですね、シンプルな映像作品に、特化しているものではあるんですけれども、例えば凝ったエフェクトを使いたいとか、すごく細かい色味調整を行いたいといった場合にはですね、少しやはり先ほど挙げたプレミア、ファイナルカット、あとダヴィンチリゾルブなんかには劣るかなといった印象があります。はい。ということで、ここまで4つの映像編集ソフトをご紹介をさせていただきました。ただですね、一番最初に申し上げた注意点をここで説明します。仕事をする上でおそらく登録するのが、クラウドワークスかランサーズっていうところから始めると思いますけれども、そこでですね、映像編集の仕事の案件見ていると、映像編集データも納品してほしい。要は成果物としての VTR だけでなく、映像編集のデータも納品してほしいという、募集も意外とあります。で、そこの映像編集データで一番多いのが Adobe の Premiere Pro を指定している会社だったり個人の人が多いです。なので、Adobe の Premiere Pro を持っていないとできない仕事っていうのも意外とあるので、もし仕事をするってなった時は、別に Adobe の Premiere Pro を使わなきゃいけないわけではないですけれども、Premiere を持っていると割と仕事がしやすいかなという印象があります。はい、ということでここまでいろいろ説明をしてきました。準備編に関しては今回ここで終わりにします。なので続いて応募編に行きたいと思うんですけれども、まあそうは言ってもですね、晴れて PC と映像編集ソフトを手に入れたからってすぐに応募をして仕事ができるかって言ったらなかなか難しいと思うので、まずはスマホで家の中とかちょっと外でもいいので何カットか撮ってみて、それを取り込んでみて、それで映像編集ソフトの使い方を覚えながら一つの作品を作ってみてください。そうすることでですね、結構覚えられます。何か最初に説明書をぐわーっと読んでそれで覚えるかって言ったらなかなか難しいので、まずは触りながら覚えてみるっていうのを僕はおすすめします。続いて、応募編、応募で受注率を上げるにはというところを次回説明していきたいと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。